はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれじゃないんですけど、先日ご紹介した情熱価格ドンキホーテの私の右腕テレビ、今斜め上のアイマーからご覧いただける動画、そちらを全部見ていただくとお分かりになるかと思うんですけど、はい、これ少しだけ軽くご説明します。 13.3 型の私の右腕テレビ、テレビ視聴できて、録画できて、再生できて、サブモニターにもなって、車載もできて、バッテリー内蔵なんで、あちこちにモバイルできるテレビ。これを購入して試してみたんですけど、なんとうちの環境では、付属のアンテナ、で、あとアマゾンで買ったテレビアンテナ、で、さらに、うちの家についているテレビ用の固定アンテナ、この3種類使ってみても、この私の右腕テレビ、うちの環境では、フルセグが映りませんでした。ワンセグなら問題なく映るんですけど、フルセグ全然ダメ。ってことで、不良品じゃないかっていう、そういう心配もあったんで、一度ドンキホーテさんに持ち込んで、確認していただいたところ、ドンキホーテさんの固定アンテナでは、しっかりフルセグ映りました。ってことで、うちの環境の問題だったわけなんですけど、ただうちの固定アンテナも、うちにあるテレビ3台、どれも全部綺麗に映ってるんで、そういった相性問題じゃないかっていう、残念ながらこれ、うちの中ではちょっと使えない。はい、まだアウトドア、外では試してないんですけど、僕はもともと、うちの中で使いたかったんで、残念ながらこれ、ちょっと僕の家では合わなかったということ。でもこれ、必要だから買ったわけで、このテレビが担うはずだった位置、そこにちょうどいいものがないかと思って、物色していたところ、なんとこの、私の右腕テレビ、そっくりなテレビが、はい、アマゾンで売ってました。なんで今回これを開けていきたいと思います。今回ご紹介するのは、東京デコの、録画機能付きポータブルテレビ、12.1 インチ、OT-DT121PT です。はい、このポータブルテレビ、これわかりますかね？ほんと見た目、私の右腕テレビとそっくり。ただ私の右腕テレビと比べて、大きく違うポイントは3つ。まず1つ目は、愛想ドンキホーテで売ってるテレビではないということ。2つ目が、これ 12.1 インチ。私の右腕テレビは 13.3 インチなんで、見た目そっくりなのにサイズが違います。で、あともう一点。これは、はい、ここわかりますかね。モバイルバッテリー対応って書いてるんですけど、内蔵バッテリーは搭載してません。そう、これ冒頭でもお話しした通り、僕は家の中で据え置きで使いたいと思ってたんで、今回あえて内蔵バッテリーのないものを選びました。一応内蔵バッテリーついてるものも販売されてますんで、そのあたりはまとめて説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、で、とにかくこれ、今回僕的には、うちのテレビアンテナをつないで、フルセグが映るのか、これが一番重要なポイントなんで、ちょっといろいろ機能はあるんですけど、特に今回は、そこに絞って、開封検証していきたいと思ってます。なんでもし他の機能、気になる方いらっしゃいましたら、コメントたくさんいただけた場合、また続編作ろうと思ってます。なんでとにかく、今日は開けて、通電して、うちでフルセグ映るかどうか、それを試してみたいと思います。はい、それでは始めていきます。箱の外観はこんな感じ。サイズは厚さが28ミリ。縦200ミリの横290ミリ。付属品は USB-C ケーブル、簡易アンテナ、AC アダプター、AV ケーブル、イヤホン、そして多機能リモコン、車載バッグと、いやもうほんと、私の右腕テレビそっくり。で、製品仕様はこんな感じ。よかったら一時停止を駆使してご確認ください。はい、それでは開けていきます。中身は、まずこれ。小さい B キャスカード。で、説明書は、全部日本語。はい、結構しっかりしたものがついてます。付属品が、車用のカーチャージャー。イヤホンに、これが簡易アンテナ。アダプター。はい、ちゃんと PSE マークもついてます。そして懐かしい、赤白黄色の AV ケーブル。そしてタイプ C ケーブル。あ、なるほど。残念ながら HDMI ケーブルはついてません。で、これがリモコン。あ、ちょっと待ってください。これが今回のポータブルテレビのリモコン。そして、はい、これ。こっちが私の右腕テレビのリモコン。いや、やっぱりこれ、全く同じですよね。あ、なるほど。ガッチ。はい、それでは、本体と、あ、これが、車のヘッドレストにかける、このテレビ専用のケース。
こういったものも私の右腕テレビとそっくりで、これが本体。はい、それでは行きますよ。せーの、イエーイ、来たー。はい、やっぱりこれは私の右腕テレビそっくりです。サイズこそ違うものの、いやもうこれ似ているどころではないです、そっくり。ただし内蔵バッテリーは積んでないんで、電源は必ず必要です。はい、このペリペリを剥がして、やっぱり超テカテカグレア。私の右腕テレビと比べるとこんな感じ、わかります？めっちゃ似てるんですけど、サイズは違うし、ちょっとパネルの発色も違います。裏返してみるとこんな感じ。あ、いや、やっぱり似てるようで、細部は全然違いますね。はい、わかります？このボタンの部分とか全然位置が違いますよね。はい、こんな感じ。似てる似てるとは思ってましたけど、意外とちょっと違いました。はい、それではもう早速電源入れて B キャスカード挿して固定アンテナをつないでちゃんと映るか試してみたいと思います。まずは B キャスカードを挿して、せっかくなんでモバイルバッテリー、これで動くか、これも試します。はい、それでは行きますよ。電源オン。はい、起動しました。バッテリーは非搭載ですけど、こういったモバイルバッテリーで使うことはできます。なんで結構モバイルにも悪くないと思います。うちの固定アンテナ接続しました。はい、ちょっとチャンネルサーチ時間かかると思うんで、終わるまでじっくり待ちます。はい、リサーチ終わりました。いや、わかりますかね、残念ながらワンセグしか映りませんでした。うん、これはうちのアンテナとの相性だと思います。いや、やっぱりダメか。一応念のために電源もアダプターから取って、もう一回初期化してチャンネルリサーチしてみたけど、残念ながらフルセグは全然ダメで、自動切り替えにするとちょいちょい切り替わってブラックアウトするんで、今これワンセグオンリーの状態にしてます。ただこの状態で見る限り結構ちゃんと映ってます。いや、でもこの画質、正直ワンセグは僕は見るに耐えないんで、今回これうちでは使えなかったという結果にしたいと思います。なんで申し訳ない、ちょっとこれ以上検証する気力もなくなったんで、コメント次第で続編作るかもっていうお話したんですけど、いやもうこれ今回で終わりたいと思います。すいません。ということで、ほんと残念ながらうちではこのポータブルテレビ、要は私の右腕テレビと同じ形のこういったタイプのものは相性が悪いみたいで、僕ん家ではちょっと使いにくい状況でした。いや、何でも試してみないとわからないもんで、何かしら原因はあって、それを解消する方法もあるかもしれませんけど、正直この安価なテレビのためにうちのテレビアンテナ何か手直ししたり買い替えたり追加したり、そういう手間やコストをかける気にはならなくて、はい、そう、実際うちにある他の3台のテレビきっちり綺麗に映ってるんで、うん、やっぱりこの手の安価なポータブルテレビこれだけダメみたいな感じです。とはいえ、これやっぱりテレビ欲しくて買ったんで、今次どうしようか迷ってます。方法としては2つ、もうちょっとしっかりしたというか普通のテレビを買う、これがまず1案で、もう1案としてナスネ。はい、最近バッファローさんから再販されましたよね。このナスネを使ってタブレットでテレビを見る、そういう方法に切り替えるか、はい、前にもタブレットでテレビを見る、そういった動画も作ったんですけど、ちょっとレスポンスがあまり良くなくて結局定着しませんでした。そのあたりナスネがどうなのか、ここも気になるんですけど、んー、どっちにしようかちょっと迷ってます。普通のテレビを買うかナスネ買うか、何かアドバイスありましたらコメントいただけると嬉しいです。ということで、いや、これバッチリハマる環境の方には結構便利だったりコスパ高かったり、そういうものでもあると思うんですけど、とにかくうちではテレビとして使えないってことで、ちょっと残念な結果になりました。一応今回ご紹介した商品や今迷ってるもの、そういったものの関連リンク説明欄に書いておきますんで、よかったらチェックしてみてください。
はい、ということで、うちのキッチンでテレビ見たい問題、なかなか解決しませんけど、とりあえずナスネかテレビか、もうしばらく迷ってみたいと思います。ということで今回、ドンキホーテの私の右腕テレビ番外編、ほんとそっくりなポータブルテレビ売ってたんで、一度買って試してみましたっていう動画でした。はい、あんまり芳しい結果の動画ではなかったんですけど、よかったらご参考になさってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。